アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き、劇的に変わるのかもしれません。令和4年11月15日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエクスポにて、2022 X リーグディビジョン3ウエスト第2節延期となっておりました試合です。トヨタブルファイターズ対大阪府警シールズの一戦がまもなく行われます。試合開始18時キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側、ホームスタンド側に陣取っております。本日カラー、えんじのユニフォームをまとっているのがトヨタブルファイターズです。1974年トヨタ自動車の社員有志によってチームが形成され、その後に1982年に同好会となって、96年に社会人、日本社会人アメリカンフットボール協会に加盟しました。1995年よりクラブチームに移行して、豊田市及び日進市を中心に、活動拠点を広げております。かつては X2 を在籍してた強豪チームになります。対しまして奥側、バックスタンド側に陣取っておりますのが大阪府警シールズ。こちらは大阪府警認定のクラブチームとして発足されたチームです。加盟は2000年代初頭という形で比較的歴史は浅くありますが、チーム名のシールズ、警察官として府民を守る盾として、そのチームの存在を鼓舞し、そしてこの3年間コロナ禍、そしてさまざまなことがありまして、3期ぶりのシーズン復帰という形で今季 X リーグに参戦しております。この両雄によります一戦がまもなく行われます。両チームサイドラインに整列しまして、試合前のコイントスに備えております。これまでの戦績は両チームともまだ今季この秋シーズン白星を飾っておりません。しかし参戦危ぶまれたこの両チーム、その第1節、第2節、第3節の戦いにおきまして、強豪勢と対戦しながら、しかし素晴らしい戦いを見せております。トヨタブルファイターズにとっては、今シーズン目玉と称されておりました琉球ガーディアンライオンズに0対6とあと一歩というところの接戦を演じました。そして奥側に陣取ります、大阪府警は優勝候補の筆頭として掲げられていた愛知ゴールデンウィングス、磯野スーパースターズに互角の戦いを挑んでおり、その力量を予想以上に上回る両チームの今季の出だしとなっております。しかし相手によりますが、現時点では共に白星を飾っておりません。この延期となりましたこの試合によりまして、両チームともに今季初勝利をかけて戦ってまいります。大阪府警シールズレシーブ、トヨタキックオフ、大阪府警リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。両チームフィールド左右に散りまして、これより試合開始のキックオフを行います。まずはトヨタブルファイターズのキックオフによって試合が始まる形になります。キックオフを務めますトヨタブルファイターズキックオフキッカーは35番の選手が務める模様です。トヨタ35番は川名、上智大学出身。
オンサイドキック。さあトヨタここでまず奇襲をかけました。まずキックオフによりましてトヨタ相手に託すと見せかけ、ここでオンサイドキック、自らボールを確保するキックを蹴りました。これが見事決まりましてトヨタの攻撃となります。キックオフのボールは開始点より10ヤードを進んだ位置ならばどちらが取っても構いません。これを見事に決めましてトヨタ自陣48ヤードからファーストダウン点の攻撃に入ります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃はボールを持った選手が倒れるまでを1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権4回で10ヤード前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずはトヨタの攻撃です。トヨタ自陣48ヤードからファーストダウン点。さあまずはランプレーから入りました。ランニングバック2番に塗装し、左オープンへのランプレー、このランプレーが功を奏し、ランニングバック2番左オープン展開して約6ヤードのゲインとしています。外へ出たところが倒れたところという判定になりますので、この場合のゲインは6ヤードとなります。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。先ほど見事なランプレーを決めましたランニングバック2番は古町、慶応義塾大学出身のプレイヤーです。さあ相手陣入りまして、トヨタ相手陣46ヤードからセカンドダウン4、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は4ヤード。さあ再び中央ダウンプレー、トヨタファースター、再びキャリア2番にボールを託しまして中央突破、これによりまして最初の開始点からトータル10ヤードを超えましたので、トヨタ1回目の攻撃となります。トヨタファースターを獲得しました。トヨタ相手陣40ヤードの地点に進みまして、この位置からのファーストダウン点となります。トヨタファーストダウン、パス不成功。ここでクォーターバック20番、左に展開していたワイドレシーバー9番へのヒッチパス、外へ横パスに近い前パスを投じました。アメリカンフットボールはボールの開始点より後方より1回だけ前に投げることが許されています。しかしこのパス不成功になりまして、パス不成功の場合には元の視点に戻され次の攻撃という形になります。従いましてトヨタ相手陣40ヤード同じ点からのセカンドダウン点、2回目の攻撃となります。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。パス不成功、再びパスプレー、クォーターバック20番、今度は中央付近に切れ込んだワイドレシーバー9番へのパスでしたが、このパスも不成功となり1つ攻撃を失い、サードダウン3回目の攻撃となります。このようにパス失敗ですとその時間効率は良いものの、失敗した場合には元の視点に戻り攻撃権1つ失うリスクの高いプレーとなります。さあトヨタ相手陣40ヤードの視点からのサードダウン点、3回目の攻撃に入ります。さあここでクォーターバック20番オプションプレー、自ら持つかランニングバックに渡すかの選択をするプレーです。ここはクォーターバック20番自ら持ちました。右オープンを展開しようとしましたが攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。クォーターバック20番は金子、名古屋学院大学出身のプレイヤーです。さあこれによりトヨタブルファイターズフォースダウン最後の攻撃となりますが、ここでフォーメーションを変えました。パンプフォーメーション、失礼しました、プレイを選択します。4回目の攻撃、5ヤード前進できるでしょうか。フォースダウンギャンブル、パス不成功。ここでクォーターバック20番スナップ乱れましたが自ら抑えパスを投じました。しかしタイミング合わずパス不成功でパス失敗に終わりました。4回目の攻撃が結果的に失敗となりますので、この時点での攻守交代となります。ターンオーバー、これにより攻撃権は変わりまして今度は大阪府警シールズの攻撃と変わります。大阪府警自陣35ヤードの時点で今度は画面向かって左から右に攻める形になります。大阪府警ファースト
1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新は同じく10ヤードが必要。パスでゴー、パス。ここで大阪ガスのパスプレーから入りました。大阪ガスはあえて長いパスを投じ、これをワイドレシーバー16番競り合いながら見事にキャッチ、攻撃権を一気に更新としました。大阪府警ファースナー、パスを取りました。ワイドレシーバー16番は上田、九州産業大学出身のプレイヤーです。これにより大阪ガスも相手陣43ヤードに入りまして、ファーストダウン10に入ります。さあ今度はランプレー、ランニングバック26番ハンドオフを受けまして右オープンを疾走、相手ディフェンスを縫うように左を右オープンを展開し、約6ヤードのゲインとしています。キャリアとなりましたランニングバック26番は利岡、立命館大学出身。大阪府警セカンドダウン3、ボールオンは相手陣36ヤード。さあ今度は中央へのランプレー、ブロックタイプのフルバックに持たせて中央突破を図りました。キャリアは29番、これはトヨタディフェンス集まりよくゲイン1ヤードに留めています。キャリア29番は木村、京都産業大学出身のプレイヤー、失礼、ゲインは2ヤードでした。大阪府警相手陣39ヤードからサードダウン残り1ヤード、攻撃権更新に必要な距離は残り1ヤードです。パス不成功。クォーターバック11番ショットガンフォーメーションからあえてパスによる攻撃更新を図りました。パスは投じましたが、しかしディフェンスカバーされておりパス不成功に終わっています。ダウン1つ進んでフォースダウン、4回目の攻撃に入ります。大阪府警フォースダウン残り1ヤードプレーを選択します。こちらもギャンブルです。4回目この1ヤード前進試合と攻守交代となります。大阪府警フォースダウンギャンブル。選択したのは中央へのランプレー、見事に成功、ファースター。大阪府警ここでランニングバック26番にボールを託しまして攻撃権更新としました。大阪府警ファースター。ランニングバック26番は利岡、立命館大学出身のプレイヤーです。さあこれにより大阪府警は相手陣30ヤードに進みました。この位置から大阪府警ファーストダウン10、攻撃権更新必要距離は10ヤード、そして得点を上げるエンドゾーンまでは30ヤード。さあここでクォーターバック11番パスを投じようとしましたが、ターゲット見つからずスクランブル、緊急発進のランプレーを展開しました。これによりまして約2ヤードの前進としています。クォーターバック11番の選手、田島、桃山学院大学出身のプレイヤーがここで見事な判断を見せました。失礼しました、クォーターバック17番田島はクォーターバック背番号17番をつけております。大阪府警セカンドダウン8、さあ今度は外へ振ります。クォーターバック17番11番、ここでワイドレシーバー1番にパスを通しまして、ここから1番がキャッチアンドラン、相手ディフェンスの裏をつくように約5ヤードのゲインとしています。キャッチアンドランしましたワイドレシーバーの1番は宇都宮、中京大学出身。大阪府警相手陣22ヤードからサードダウン残り3ヤード、攻撃権更新になるでしょうか。この3ヤードの攻防に注目しましょう。さあ再び外へ振ります。同じく1番のレシーバーにパスを投じましたが、これはトヨタのディフェンスカバーがよく約2ヤードロスに変えています。
大阪府警下がりましてフォースダウン5の状況となりました。大阪府警相手陣24ヤードからフォースダウン5、プレーを選択します。ギャンブル、再びギャンブルです。フォースダウンギャンブルに入ります。大阪府警、これも攻撃権更新になるでしょうか。大阪府警ファーストダウンギャンブル成功。再び中央へのプレーを選択しました。ランニングバック相手ディフェンスの裏を突くように中央へカットイン、そして攻撃権更新を果たしています。大阪府警ファーストダウン。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。ここで負傷者が発生したためレフリーによるタイムアウトが取られています。さあ第一クォーター始まりまして、双方ともに攻防が始まっております。まず開始早々いきなりトヨタブルファイターズが奇襲オンサイドキックをかけ、そしてそれを見事に決めました。これにより一気に怒涛の攻撃を始めましたが、しかしこれを大阪府警フォースダウンギャンブル止めまして、その返す刀で現在大阪府警が反撃に出ております。こちらもフォースダウンギャンブル重ねてこのシリーズ得点を挙げんと攻め上がっております。互いにこの試合に今季初勝利をかける意気込みが見える、その序盤の攻防戦は見事なものがあります。さあここでレフリータイムアウトを解けまして試合再開となります。大阪府警攻撃権更新になりまして相手陣17ヤードからのファーストダウン10。ここでホイッスル。チームタイムアウト、トヨタブルファイター。ここでトヨタ前半1回目のタイムアウトを取りました。1回目のタイムアウト。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。トヨタまずここで押されている流れを断ち切らんと、ここで一旦タイムアウトを取り、作戦とそして間の取り合いをする取る形になりました。この配信は X3 ウエスト全13チームの合同企画によりまして、すべてのチームおよびこの画面に映し出されている様々な方々のご支援をもちまして、この配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も継続させていただいております。この配信にあります説明概要欄にその申し込みになりますショッピングカートの URL を記載させていただいております。その意ございます方々はぜひご協賛ご協力をお願いしたいと思います。その配信を受けたまわせていただいておりますのは私道楽やりじゃです。できる限り皆様のご期待に応えられるよう全力を尽くしたいと思います。さあ試合再開となります。大阪府警相手陣17ヤードからファーストダウン10。パス成功。ここで大阪府警一気にエンドゾーンへのタッチダウンパスを狙いました。感激をつくように一気に得点を図りましたが、しかしこれはトヨタディフェンスがつく、パス不成功に終わっています。ダウン1つ失い、大阪府警セカンドダウン2回目の攻撃に入ります。大阪府警相手陣17ヤードからのセカンドダウン10。これはトヨタナイスディフェンス。大阪府警ここでランニングバック26番に託し、右オープン展開を図ろうとしましたが、このプレーを読んだか、はい、トヨタ4番が見事な上がりを見せまして、このランプレー約6ヤードのロスに変えました。素晴らしい反応をしましたのはトヨタブルーファイターズの4番井上。大阪府警相手陣25ヤードからサードダウン17の状況になります。攻撃権更新になるでしょうか。
さあここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。託されましたのはランニング枠26番、これを突破線と中央突破してから左オープン展開を図りましたが、しかしこのランプレーによるゲインは約5ヤード攻撃権更新ならず、フォースダウンに入ります。大阪府警相手陣20ヤードからフォースダウン12、ここでフォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス37ヤード決まるでしょうか。キッカー6番、これを切りましたが、しかしこれはコースそれましてフィールドゴール失敗、4回目の攻撃失敗となりますので、この時点で攻守交代となります。ターンオーバー、大阪府警2度のギャンブルを決めまして、一気に得点を狙わんとしましたが、しかし最後フィールドゴール外しまして、この攻撃は無得点となりました。さあしのぎましたトヨタブルファイターズ、反撃なるでしょうか。ボールオン自陣20ヤードからのファーストダウン10、さあ中央でランプレーですが、これは大阪府警ナイスディフェンス、中央突破35番に託し図ろうとしましたが、しかしこれを大阪府警ディフェンス陣65番を中心に群がり、このランプレー1ヤードロスに変えました。素晴らしい圧力かけました大阪府警の65番は、摂津近畿大学出身。トヨタセカンドダウン11の状況に入ります。これも大阪府警ナイスディフェンス、今度はオプションプレーによって左オープンの展開を図りました。しかしこれも大阪府警47番が素晴らしい反応を見せまして、約4ヤードさらにロスとしています。素晴らしい反応しましたのは大阪府警47番の紫、名城大学出身。ここでホイッスル、第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、トヨタブルファイターズ0点、大阪府警シールズ0点、両者無得点で第2クォーターに移ります。